So Casey, you can start. Cool. Hey again, it's Casey. Welcome back to our radio show. I guess we'll start now. I don't know what else to say. Hello, hello. Very, very excited to be here. No problem. Good job, good job. はい、では、リビングリッシュ始めましょう。リビングリッシュとは住むというリブ、英語のイングリッシュを合わせた造語で、日本で唯一の住み込み型英会話スクール、イングリッシュハウスの代表、私、渡辺秀和とケイシー、はい、がお届けする番組です。はい、ということで、今回も始まりましたリビングリッシュですね。この番組は国際化に不可欠な英会話を気軽に楽しくちょっとでも興味を持ってもらえたらなと。そしてですね、ケイシー、カナダ、フロムカナダ、トロントから、今回来てもらってますので、カナディアンイングリッシュのネイティブな英語のリスニング練習もしながら楽しんでください。ということで、本日もゲストをご紹介いたします。まずは恒例なんですけど、英語で自己紹介を緊張せずに、はい、お願いします。はい、はい、My name is トモココヤマ。以上以上お願いします。以上ですね。はい、ありがとうございます。はい、コヤマさん、はい、なんと、枚方のビオルネの取締役、はい、はい、はい、素晴らしいお偉いさん、ようこそ来ていただきました。はい、ではですね、この番組は、ケイシーから英語で質問されますので、まあ、英語もしくは日本語、はい、もしくはその他の言語、何語でもいいので答えていただければなと思います。はい、じゃあケイシー、so you can ask her. The first question. What countries have you traveled to? はい、今までどこに行ったことがありますかという質問です。はい、はい、今までイタリアとフランスと韓国に行きました。はい、3カ国。なんかエリアはいろいろいたんでしょ。はい。はい、どこに行ってきたんですか。はい、イタリアはローマとかミラノとかフィレンツェに行きました。はい。はい、でフランスは。フランスはパリに。はい。はい、で韓国は。韓国はもうソウルに。はい。はい、なるほど。行ってありますね。はい。はい、なるほどなるほど。はい、ということで次の質問、next question please。Can you tell me about an unforgettable experience? はい、unforgettable experience。 あの、はい、よくこの番組では使うんですけども、忘れられない経験、はい、はい、海外での忘れられない経験をぜひお聞かせください。はい、はい、イタリアからフランスに移動する飛行機で、はい、ものすごく酔いまして、飛行機酔いがありまして、あの薬を飲もうと思って、酔い止めの、ね、酔い止めの薬を飲みたくなったので、はいはいはい、あのキャビンアテンダントさんに、はい、スチュワーデスさんに、はい、スチュワーデスさんに、あのお水をウォーターくださいと、はい、ウォータープリーズと言ったところ、はい、炭酸水が出てきまして、炭酸水、はい、今流行ってますもんね、日本でもね、炭酸水ね、はい、ちょっとレモンの味の炭酸水が出てきそうだよね、完全にね。なるほど。出てきまして、はい、とても、はい、あの余計気持ち悪くなり、なるほど、なかなか炭酸水で薬飲めないですもんね。飲み込めず、飲んだんですか結局。炭酸水で結局頑張って飲みました。あ、もう一個違うとかじゃなく、ではなく、日本人ですね。出てきたやつで飲むっていう、出てきたやつで頑張って飲みました。なるほど。それはイタリアからフランスに移動中の、はい、移動中の飛行機で。なるほどなるほど、そうですか。まあまあよくある話と言いましょうか、まあ、ヨーロッパは結構炭酸水がお水代わりというか、大概レストラン行ってもあの水って言うたら炭酸水が出てくるっていうのは結構当たり前で、で他のとこやったらそのノーマルかソーダかって聞かれたりとかするので、水頼んでもソーダって聞かれたりとかすることがあるんで、炭酸水出てくるままま普通なんですけど、そのレモン味っていうのはなかなか微妙な感じやなとか思いながら、はい、はい、ね、日本でもここ5、6年ぐらいですかね、炭酸水流行って、ね、そうです、自分でも作れたり、ね、今ね、そうですね、ビオルネの3階でも売ってますもんね。そうですね、3階のクラワンカで、クラワンカソーダ入れるやつね。ソーダ入れるやつ、はい、ね、ですね。なのでまあまあね、その時は日本人で飲み慣れてないですもんね、炭酸水 ね、今でこそですけどね、はい、なるほどなるほど。まあまあ、あの次は
ちゃんと変えてもらえるくらい言わなダメですね、はい、そうですね、頑張って、ね、ノーマルなお水ノーマルな水、ノーマルプリーズと言うべきですね。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、next question, please. Could you now tell me about a bad experience? Bad experience.悪い経験というか、海外で困ったなとか、はい、なんかトラブルとか事故とか、はい、なんかありました。はい、イタリアに行った時に、はい、イタリアはまあ行く前からスリが多いと聞いておりまして、うんうんうん、まあ、注意はしないといけないなと思っていたんですが、うん、はい、イタリアに到着した当日に、はい、地下鉄ですかね、はい、スリの現場を追いかけっこしてるところを見まして初日からまさに見まつられて追いかけてるみたいなやばいと、やっぱり情報通りスリ多いんだと、ビクビクしてました、初日から。なるほど。へー、どんな、もう必死で追いかけてる、もう必死で、もうめちゃくちゃいい男性2人が追いかけっこ、ぶわーっと猛スピードで、はい、1人は逃げてる、1人は必死で本気で逃げて多分すられた人がその後ろからまた思いっきり追いかけて、はい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 、っていう現場を初日に見てしまいまして、やべえぞと、やべえぞと、10日間どうしようかと、うん、これすられるぞやばいぞと、隠さないと思いまして、はいはい、で同じツアーの女性の方も、はい、そのイタリアでカメラをすられまして、カメラをすられる、カメラをすられて、写真を撮るのに、はい、写真を撮ってくださいって、はい、お願いして渡したら、はい、そのまま逃げられたというのをそれも最初の方に聞きましてうん、うん、よくある話だねそれねへー、そうですか。まあね、結構ね、イタリアはまあ場所にもよるけど、もう観光客も多いので、そういうまあスリとかひったくりとか、うん、まあまあ多いっていうのは聞きますね、はい、うん、なるほど。で、まあ、イタリア人とかって優しいから、なんかこうレディースファーストというか、女性には特にね優しいっていうので、よくまあドアとか開けてくれるの当然なんだけど、こう階段をね、荷物持ってたら荷物まで持ってくれようとするんだけど、それが本当に親切なのか、言うたらで、そのまま返してもらえずに行かれたら困るしみたいな、で日本人女性は悩むっていうのはよく聞きますけどね。そうなんですね。はい、特に美人さんはなんかよくしてくれはるから、でも任せていいのかな、どうなのかなっていうのは悩むって言ってましたけどね。はあ、結構してくれました、ドア開けたりとか。あ、それはなかったんですが。なかったんですか。なかったですよ、残念ながらなんかこう女性どうぞ先にみたいな、あまりそういうのはなかったんですが、はい、ただまあ道歩いてたら、はい、すっごい手を振られたので、男性の方にちょっと気持ちは良かったです。なるほど、ウインクとか。そうですね。ウインクしてる、はい、結構しますからね、イタリア人はね、もうすぐします。もうご機嫌にこう振り返して。はい、なるほど。ね、本当カメラもね、本当よくね、僕もヨーロッパ行くと怒られるというか、日本人は簡単に渡しすぎっつって。全然見知らぬ人に写真撮ってっつって渡すでしょ。渡しますね。だからね、お店とかで店員さんとかにやったら大丈夫みたいな感じで思うんじゃないですか。でもその店員さんも持って逃げたりとかするらしいので。そうなんですか。そうなんですよ。でいつも冗談でね、店員さんが冗談で、まあ、それを教えてくれようとしはるんですね。その渡して取ってもらって、そのままもうちょっとくっついてとか言いながら下がっていって、そのまま走って逃げるとか、はい、とか取った後にじゃあつって返さずに去っていくとかっていうよくある話で、はい、日本人はね本当その辺の危機管理がなかなかないというか、日本ではありえへん話なんで ね、本当にね困った話ですよね、はい、本当皆さんはぜひ旅行中気をつけてもらって、はい、はい、次の、ね、旅行も無事に、はい、事故なく、そうです ね、行ってもらえたらと、はいはい、思います。はい、じゃあフィニッシュフォークエッション、うん、じゃあ、はい、じゃあ質問が終わったので、ぜひ、今回の告知をね、はい、よろしくお願いします、はいはい、ただいまビオルネでは、はい、ハロウィンフェスタを開催中です。はい、31日まで開催しておりまして、はい、毎年人気のかぼちゃのホールジャックオーランタン、はい、あとフェイスペイント、はい、あとフォトスポットラリーもやっておりまして、うん、今回初でネイルアートも
やっておりますので、なるほど、はい、ぜひハロウィンの気分をあの味わって楽しんでいただきたいなと思っておりますので、はい、ぜひビオルネにお越しくださいませ、はい、ぜひぜひ、もうやってるんですか。あ、フォトスポットラリーはもうすでにやってる、はい、やっておりまして、あと日にちは決まってるんですが、はい、フェイスペイント、ネイルアート、はい、あとジャッコーランタンと、はいはい、ただいま予約も受付中でございますので。なるほど、はい、1階で、はい、1番2番をやって、はい、1階で、はい、やっております、はい、で2階でもやってて3階、まあ、各階でいろいろやった、ね、はい、これはフォトスポットラリーでそれぞれ、はい、あの回っていただくと、はい、あの小学生以下のお客様にはお菓子をプレゼントしております。なるほど、トリックオアトリート、はい、言うてもらったらお菓子あげるよみたいな、はいはい、写真も全部撮っていただいて回っていただければ。素晴らしい、はい、ハロウィンイベントぜひ、はい、ビオルネに行ってください。はい、お待ちしております。ではでは、ケイシー、So you can close this show. Sure. Thank you for meeting with us, and thank you for whoever's watching. And that closes our show for Osaka English House. Yes. Thank you. はい、thank you very much. ではでは、バイバイ。